チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメッハー新誠チャンネルの誠です。いつもはコックコートを着てですね、仙台市太白区富澤のアクロスプラザ富澤西さんの中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。なんですけれども、今ちょっとね、臨時休業なんかが続いておりまして、チーズケーキ屋もやっておりまして、チーズケーキ屋のね、大量調整の方がありまして、ちょっと今、お店がお休みっていうのもありまして、ちょっと T シャツ作ったりとかしてね、今、T シャツを着てですね、こちらの方で撮影しておりました。はい、今日はですね、先日ですね、本当に、半年ぶり、いや、もっとぶりですね、かなりぶりにですね、フリーマーケット、行ってきまして、もう入り口でね、名前と電話番号書いて入場して、もしもの時のためにってことで対策も練られていてですね、アルコール消毒、マスク、もう、いろんなものをですね、駆使してですね、まあ、とは言っても野外ですから、人が集まると言っても、まあ、フリーマーケットぐらいなので、ということで、ちょっとね、顔出してきたんですけれども、ちょっといろいろなもの買ってこれたのでですね、そちらの方ですね、ちょっと紹介していきたいと思います。それでは、スタート。はい、ですね、フリーマーケット、本当久しぶりで、いや、本当に久しぶりでしたね。はい、すごい楽しかったです。いろんなものがね、コミュニケーションも取れてね、ちゃんとマスクしててもね、お互いにコミュニケーション取れるもんだな、というふうな感じでした。はい、ということでね、早速買ってきたもの紹介していきたいと思います。まずは、よいしょ。はい、こちら、じゃん。来ますかね。はい、来ました。はい、マクセルさんのですね、後ろに型番に合いますかね。お、すごい。はい、今撮影してるの G100 です。G100 にレンズ、ルミックスの、ルミックスじゃない、ズミルックスのレンズつけてます。はい、どうかな？ピン来るかな？はい、スーッと来て、はい、合いましたね。はい、こちらの方ですね。マクセルさんの出してる MXSP-U50 ですね。コンパクトスピーカーということでですね。こちらの方をパカッと開けると、よいしょ。あれ？開けると、よいしょ。はい。はい、見えますかね。はい。はい。ここにね、ありますのが、もうちょっと近づけるかな。かなり寄れるんですけどね、このレンズもね。はい。この辺にね、ライトニングの口が見えると思うんですけども、iPhone をね、ここにこう挿してね、はい、立てて、使う、スピーカーっていうことですね。まだちょっとね、まあ、ジャンクで、まあ、100円で買ってるもの、100円じゃないな、150円だったと思います。だから300円で今値切って今半分ですみたいな話だったと思うんで、150円だったと思いますけど。はい。こちらの方で買ってきたものだったんですけども、まだちょっとね、電源上げたりとかもしてないんで、ジャンクなんでね、また後で検証していきたいと思います。もしね、ならなければ、修理、ま、できればいいかな、どうかな、っていうふうな感じですね。はい。っていう感じで、こちらの方が1個目ですね。2個目がですね、こちら、はい。はい、こちら、じゃん。はい。パイオニアさんのですね、パイオニアさんの、はい。ヘッドホン、こちら、型番、出てますね。はい。型番がですね、こっちからじゃ見えない。はい。SE-4 ですね。はい。ステレオヘッドホンっていうことでですね。まあ、ちょっとね、口がね、こんな感じでですね、大きめの方のですね、3.5mmピンではないんですけれども、はい。これ変換のコネクタ持ってるんでね、使えるかなーって、音も出ないってことで、音が、ね、出るか出ないかわからないってことでね、100円で購入してきました。ちょっとね、このヘッドの部分、この辺がね、ちょっとね、よれてしまっている部分が見受けられるので、まあ、この辺はね、修理していければいいかなと思います。この辺の中にね、ネジで止められてるだけなので、はい、こんな感じ、ネジで止められているだけ、あ、ちょっとピン来ない。はい。黒いとなかなかピン来ないですね。はい、この辺。はい、ネジね。はい、ネジでね、止められてるだけなので、この辺ね、綺麗に、音が出ればですけどね、直していけるかなというふうに思っております。この100円で購入してきました。いやー、これね、古いね、イヤホン、ヘッドホンとかね、やっぱね、いいんですよ。
やっぱり高くてね、本当にね、いいもの使ってる時のものだったのでね。はい。で、そして、三つ目。じゃん。はい。スピーカーケーブルですね。これ、まとめた状態で、妻の服買ったらですね、そこの隣で売ってらっしゃった旦那さんがね、なんか一つ好きなの持ってっていいよっていうことで、はい。ただでいただいてまいりました。これね、いや、意外と使うんですよ。ね、スピーカー検証したりとかね、するときに使うんで、いや、これスピーカーケーブル非常にお得に、ちゃんと無料でというか、おまけでいただきました。はい。でね、どっちが先かな？こっちが先かな？じゃあ、はい。いやー、こちら、とうとうね、とうとう手に入れてしまいました。はい。こちらでございますね。はい、こちら。はい、こちらでございます。はい。シェンロンですね。はい、シェンロン。はい、こちらの方、どうですかね。はい、シェンロン。当たりました。当たりましたね。これも買いました。こちら、確かに50円です。めちゃでかぬいぐるみってね、めちゃ長ぬいぐるみですね。はい。うちの娘のぬいぐるみと一緒に合わせて100円で買ったんで、まあ、実質50円っていう感じなんですけど、実質50円でね、願いが叶うというね、こんな感じ。結構でかくて。で、前傾入るかな？はい。こんな感じです。これね、ちょっとね、嬉しい、嬉しい感じで。ね、売ってる方ともね、これ、買ったら一つ願い叶っちゃいますけど、いいんですか ?50 円でなんて話をしながらね、買ったわけなんですけれども、はい。こんな感じでね、はい。迫力のある、結構作りもしっかりしててね、汚れもね、ないね。大事にしてらっしゃったんだと思うんですけどね、はい。うちでね、こちらの方をね、ちょっと、うちの守り神にしていきたいと思っておりまして、こちらの方は50円で購入してまいりました。ね。これメインになり、予定だったんですけれども、その後でですね、購入しました。こちら最後ですね。はい、じゃん。はい、トランクですね。はい。こんなね、しっかりしててね、大体ね、こういうトランクってね、鍵ないですとかね、鍵が開きませんとかって言われるんですけども、ちゃんとね、バカッと、ちゃんと開きます。そして、開いた上に中はほとんど新品。で、鍵までついてるというね、これでね、これで100円って言われたんですよ。いやー、これは買うしかないなと。ただね、問題があるっちゃ問題がありまして、ここの部分ですね、ちょっと見えないかな。ここの部分、はい、見えにくい。はい。ここの部分がちょっとね、ペカペカ剥がれちゃってる状態ですっていうふうに言われました。ただ、ここに両面テープで貼っちゃえばね、綺麗になりますし、中もね、とっても綺麗な状態でね、使われていたような感じだったので、まあ、結構撮影の小道具とかね、こういった風なバッグに入れてあげるとか、入れて撮影したりとかですね、あとはバッグの上に乗せて撮影するとかっていう台としてもね、使えるっていう風な意味でいくと、この色のね、こんな感じのね、まあ、あまり、まあ、アンティーク、若干汚れはありますけども、ただでもね、汚いっていう汚れじゃなくてですね、ちょっと拭いて綺麗にしましたけど、それでもやっぱ汚れは若干ありますけれども、まあ、経年劣化的なもの、まあ、この辺ね、ちょっとね、錆ついてきていたりとかですね、はい、錆があったりとか、ありますけど、でも、いや、かなりね、これはね、100円じゃちょっともったいないな、というような感じでしたので、非常にお得な買い物ができたかな、と思います。総額でもね、なんぼ1で500円ぐらいしかかかってない。その他にね、娘たちの服とかね、妻の服とかも買ったのもあって、まあ私の服もちょっと買いましたけども、はい、というのもあったので、非常にね、お得な買い物できます。やっぱりフリーマーケットやめられないなとね、ちゃんとね、マスクしてね、きちんとね、消毒して、うちなんかはね、消毒液をですね、携帯できるね、小さなものに入れてですね、で、こまめに消毒したりとかですね、するようにしているので、はい、そんな感じでね、皆さんで対策打ちながらね、楽しくやっていけるフリーマーケットに戻っていったらいいなというふうに考えていながらですね、やっぱりフリーマーケットね、素敵な、出会いがたくさんありますので、ぜひね、皆さんもね、フリーマーケット近くで行われてるってことであればね、ぜひ足運んでいただいてね、いろんな楽しい交渉したりしながらですね、楽しくですね、買い物をしてみていただければというふうに思います。はい、ということで本日の新誠チャンネル、こちらの方で終了となります。いや、久しぶりのフリーマーケットの動画撮れてよかったなというふうに思っております。
ますけれども、今後もねまたフリーマーケットでねいろんなものちょっと珍しいものとかですね、買って紹介していけたらなというふうに思います。またね買ってきたものもねちゃんと直してね大事に使っていったりしたら でいけたらいいななんていうふうに思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、もしねフリーマーケット好きとかですね、フリーマーケット行ってみたいんだよなとかって思ってる方もですね、ぜひ動画見ていただいて少しでもねためになったということであれば、ぜひグッドボタン、チャンネル登録ボタンを押していただければ非常に嬉しいです。はい、ということでですね、本日の新誠チャンネル、こちらの方で終了となります。また別の動画でお会いしましょう。それでは。